これからのお時間ですが、牧場部の事務局を運営する団体である、公益社団法人競争場育成協会より、牧場部の活動内容についてご説明いただきます。それでは早速、牧場部事務局の方にご登場いただきたいと思います。公益社団法人競争場育成協会、牧場部事務局、後藤博英さんです。よろしくお願いいたします。 それではご説明させていただきます先週はたくさんの皆様にこのウェブフェアに参加いただきありがとうございましたおかげさまで11名の参加者と16の団体とで計40回の面談を実施することができました今週もたくさんの皆様に面談のご予約をいただいております 我々事務局も可能な限り面談にお答えしたいのですが時間に限りがございますので本日はこれまで私たちが面談してきた中で比較的多かったご質問に関しましてお答えさせていただきます残念ながら今回の面談に参加できなかった方におかれましては参考にしていただければ幸いですそもそも牧場ってどんなところ といいうごご質問ですすが、が牧場には大きく分けて3つの種類がございます繁殖用の牝馬を管理し小馬を生産する生産牧場競馬に出走するために馬をトレーニングする育成牧場繁殖用の優秀な種馬を所有管理し種付けを行う種馬場 牧場によってはこれら3つのうち複数の仕事を行っているところもありこれらは総合牧場と呼ばれておりますなお牧場部 YouTube チャンネルでは人気グラビアアイドル橋本もかさんが牧場でのお仕事にチャレンジしておりますのでこちらの方も参考にしてみてください未経験者でも大丈夫ですか というご質問ですが、乗馬経験がない方、JBBA、BTC 等の研修過程を修了していない方、牧場就業経験がない方、これらすべての条件に該当する方はいわゆる未経験者と呼ばれておりますが、馬を取り扱う仕事なので乗馬や 馬を取り扱う技術は必要にはなりますが、牧場によっては未経験者も受け入れております。新卒でなくても大丈夫ですかというご質問ですが、新卒者であっても、基礎者であっても、牧場にとってはどちらも同じ新入社員ですので、新卒である必要はございません。体重制限はありますかという ご質問ですが、騎乗しないのであれば、体重のことは気にしなくてよいと思います。ただし、牧場の仕事は力仕事も多く、筋力・体力が必要となります。騎乗するのであれば、若くて体力のない馬の負担を考えると、体重が軽ければ軽いほど負担の軽減になります。 体力がついて負荷がかかる状況が必要な馬の場合、限度はありますが、一般的に重いほど負荷はかかります。最終的には、個々の牧場の判断となりますが、参考までに申し上げますと、中央競馬の G1 競走の負担重量は、平地の G1 競走で最大58キロ、障害の G1 で最大63キロとなっております。 牧場に就職するために必要な資格はありますかというご質問ですが応募資格として普通自動車免許を必要としている牧場が多いです入社後の取得も可能としている牧場もありますができれば就業前に取得,して取得しておくことをお勧めいたします牧場の作業において軽トラック等の運転をする機会があり免許が必要です ようになります給与や待遇について教えてくださいというご質問ですが牧場部求人牧場紹介ブックによりますと労働時間につきましては牧場により差はありますがおおむね7時から17時までの間に休憩時間が3時間,度3時間で程度間りま ございます給与についてですが初任給は15万円から26万円ほどになります休日につきましては月に4日から6日程度となっております住居につきましてはほとんどの牧場で社宅療養設備がございます心配ご無用です通勤時間も 他の業種と比べたら短く、金銭的・的時間的に負担,が少ない負担が少ないです。JBBA、BTC の研修について教えてくださいというご質問ですがどちらの研修も JRA の支援を受けて運営されており全業政で1年間の研修期間中に牧場就業に必要な知識や技術を習得できます。 研修終了後は、研修場の生産育成に携わることのできる牧場へ3年以上終了していただきます。大きな違いは、JBBA は生産育成の全般を広く網羅したカリキュラムとなっております。BTC につきましては、育成技術、いわゆる気上調教技術に 重点を置いたカリキュラムとなっております勉学意欲がありながら経済的理由により就学が困難な方を対象に就学奨励金の制度もございます対象者の経済状況に応じて公益社団法人競走馬育成協会より研修所に入所する際に納付すべき研修費用の 全額また、競走馬の牧場で働いてみたいけれども、馬に関する知識や経験がなく、これらの研修をご検討の方を対象に、研修コース体験入学会がございます。7月28日から7月30日。 8月25日から8月27日の日程で研修コース体験入学会を実施しておりますのでこちらをご利用してみてはいかがでしょうか詳細は牧場サイトの専用ページをご覧ください主な質問とその回答は以上ですまだまだご紹介しきれなかった項目もございますが お時間のの都合もございいまますす。で、本日はこれにてて失礼させていただきますなおウェブフェアは明日で終わってしまいますが我々牧場部では引き続きウェブ相談会を実施しております相談会では今回のウェブフェアのように短期間で集中して複数の牧場団体と面談することは難しいですけれども 今回と同様に、Zoom を使用して、事務局はもちろんのこと、参加牧場や団体と直接面談できますので、引き続きご利用願います。今回皆さんと面談できなかった牧場の方々も、ウェブ相談会で皆様とお話しする機会を楽しみにしております。皆様の参加をぜひお待ちしております。牧場事務局からは以上です。 最後にご視聴されている皆さんへ一言お願いします。はい、えー、今回のウェブヘアでは、えー、多数の皆様にご参加いただきありがとうございました。えー、先ほどの最後のお話でも申し上げましたけれども、牧場部では引き続き Web 相談会を実施して実施しておりますので、えー、今回ご参加できなかった皆様におかれましてはぜひ参加をお待ちしております。ありがとうございました。